はい、皆さんこんにちは、岡本一郎です。本日は2021年8月13日金曜日、世間はお盆ですよね。結構ね、今日僕はね、新潟市内をこう割と車で走るような感じの仕事をしているんだけども、まあ今日はね、やっぱガランとしてましたね。まあ要所要所、ところによっては混んでるところもあったんだけれども、そしてやっぱ人の出もでも少ない感じがするな。久々に新潟駅行きました。今ね、南口にいるんだけれどもね、駅の工事、まあちょっとお盆休みでね、止まってっかもしれないですけど、またね、駅の中なんかもちょっとうろちょろできたらいいななんて思っています。ちょっとね、まあとりあえずね、あそこから南口の、なんて言うんだろうな、あそこバンダイとつながるであろう場所から見ていこうかな。まあこの辺の景色はね、まあほとんど全然変わらないんだけど、変わってないんだけど、この辺の貸し切りのバスターミナルなんかもどうなるんだろうな。この辺は変わんないのかなね。プラカ1があって2があって3がある感じ。まあ今はね、商業施設としてはこう機能してない感じで、オフィスビルみたいな感じになっちゃってる。まあ地下の方にね、100均だとかちょっとしたお店はポツポツ入ってるんですけど、あとはほとんどオフィスですね。プラカ1の方はね、アートホテルっていうね、ビジネスホテルが入ってて、あとはね、ジュンク堂書店っていうね、大きな本屋さんがね、1階、地下と1階と2階ぐらいが、本屋さんで占めてるというね、でっかい本屋さんがあります。で、駅側にはね、皆さんご存知、ビッグカメラですね。あとゼピオスポーツ入ってますね。この南口のバスターミナルのところからこちらバンダイ口の方にね、多分抜けるられるようにね、多分なると思うんだけど、ちょっとその隙間からね、見えるんですよね。こんな感じですね。結構隙間空いてて見えるんだけど、工事はしてない感じですね。もうほら、でもバンダイ口の方のほら明かりがちょっと見えるじゃないですか。ちょっとテンション上がりますよね。向こうの明かりが見えるっていうね、感じになってます。ほら、ねえ、どうなるんだろう。まあ、まだみたいな感じのところあるね。こっち側はね、囲われてて全然見えないんですよね、残念ながら。なかなかこのね、南口から見る景色、そのレックスンビルだとかね、プラーカとか、ちょっとね、それこっちはね、ホテルメッツがあるんだけれども、ね、そして広場になってて、ちょっとね、なんか西新宿みたいな雰囲気ありますよね。まあそうでもねえか。そしてね、このちょっと都会的、立体的にね、作られてるその X 状のエスカレーターに乗ってね、上に行こうと思います。ね、この辺のエスカレーターはちょっとね、都会チックな雰囲気はあるね。外にエスカレーターがあるみたいなね、感じ。はい、2階からの眺めですね。ここからの景色っていうのは結構好きですね、やっぱりね。この裏のバンダイ側に比べるとちょっとね、やっぱり作りが綺麗な感じがするね。新しい感じがする。さっき見たとこですね、上から見るとね、まあ若干、まあ同じかな。でもちょっと反射しちゃって見にくいんだよね、こんな感じ。まだ全然だね。はい、ここは東口のね、新幹線の改札口なんだけれども、ここからは入ったことないな。ここから入ってみようかな。そして例によってね、入場券買っていこうかな。はい、お乗り場にご注意ください。はい、あのね、タッチで駅中っていうね、システムが今年の3月13日から始まってて、こうスイカでね、入れるんだけど、新幹線対応じゃないらしいんですよ。だからね、結局新幹線のホーム行きたい場合は買うしかない。いいですね。入ってすぐのニューデイズ、ちょっと驚きの事実がちょっと分かっちゃったんだけど、これ見てください。これ、どうしてこれこんなにあんの。これ全部神尾弁当じゃないですか。ここ神尾弁当しか売ってないのかな。いや違うよね、ほら三振券もあるはずなんだけど、三振券売ってないんだよ。どうして。これ全部多分下まで全部神尾だよね、これ。マジか、三振券あるなら買いたかったんだけど、なさそう。まあちょっととりあえず気を取り直してさ、新幹線のホーム行ってみますね、せっかくだから。とりあえずしばらくは
出ていく新幹線なさそう。でもね、 E7 系がいましたよ、ね、E7 系とりあえず回送みたい。なんかこう久々こうまじまじ見るとやっぱ在来線に比べると線路のこう幅がやっぱり全然広いね。まあまあ当たり前っちゃ当たり前なのかもしれないですけど、ね、広い。はい、いやー E7 系やっぱかっこいいですね。新しい新幹線ですね。まあ北陸新幹線開業の時ぐらいからだから、まあもう結構経つっちゃ結構経つんかもしれないけど、ね、やっぱいいですね。新幹線乗ってどっか行きたいですね。はい、わあいいね。ね、最新の感じ、この流線形のボディ、今これがねもう本当主流ですからね。向こうにも止まってましたね。かっこいい、とにかく。わあなんかすごいね。いいね。向こうはほらね、空いてるね。向こうが21分だったかな、5時。すごいかっこいい、すごいね。あの運転席とか本当乗ってみたい、見てみたいですよね。いいですねこれね。本当こんなさ間近でさ、このクリアランスも本当ね、うわーまあね、背が低いよねやっぱりね、マックスとかに比べる、まあ当たり前なんだけど、いやーかっこいいですねやっぱりね、 E7 系。こんな感じで隣のね12番線には東急338号、 E2 系の新幹線ですね。まあこれもまあね、かなり数は減ったんだろうけど、まあまだ見るっちゃ見るね。でもこれも本当に好きですね僕、本当このカラーもね、ピンクのラインが入ってて可愛い。これもなんかこの独特な模様ですよね。すごくかっこいいです。 E2 系ね、なかなかこんな近くで見れるのもね、ほんま間もなくね発車ですね。21分発。あーかっこいい、すごい綺麗だね。多分あの新幹線車両センターとかで洗車とかしてきてるんじゃないかな多分ね。こんな感じ、すごいかっこいい。あんな感じで電気ついてたんだっけ、あんな感じなんだったっけね、ライト。なんかちょっとのぺーとしてる感じはあるけどね。まあでもかっこいいよね。2番線から東急338号、東急行きが発車いたします。次は津軽山頂に停まります。この発車ベルはいつも、まあ、昔から同じだよね。ちょうど21分、行っちゃいますね。いや乗ってきたかったな、いつもそう思う。かっこいい、すごい。なかなか動かない。おお動いた。すごいね、滑らかなんすよね。全然揺れないし。あいいですね。あ行っちゃった。長い。なんか今までマジマジ見たことなかったけど、こんな感じなんだよねパンタグラフね。おもろい。あれ下がるのかなちゃんと。はい、E7 系ですね。ここのね階段にはねサンキューマックスラストランね貼ってあります。はい、今度ね在来線の方行ってみますよ。切符をお取りください。はい、ね、いつも反対になっちゃう。こちらも貼ってありましたね。10月1日フライデーラストランですね。残念ですね。本当もう1回ぐらい本当乗っときたいなと思ってます。在来線ホーム来ましたよ。これ止まってるんだね。GVE402。あ、129系も来ちゃった。
せっかくだから近くで見ようと思って、ね、初めてこんな近くで見るんだ、この GVE400 系統のディーゼル電気ハイブリッド、ちょっとよくわかんないんだけど、ね、まあ、新しい車両ですね、割合ね、はい、川崎重工平成30年の車両だね。新しいね。中は割と広いトイレみたいなのがあるんだね。初めて見た。こんな感じ。はい、これですね。まあなかなかね、やっぱ綺麗な車両。ずっとエンジンかかってる感じでね、結構音はうるさい。僕ね、この間新潟県五泉市の方に行ってきたんだけど、その時にね、この車両何台か見たんだけれども、本当なんか都会のこう地下鉄みたいな感じの雰囲気のね、銀色のボディでございますね。8番線にはね、長岡行きの129系が止まってましたね。まあいつもの感じですね。はい、大変お待たせしました、工事の状況ですね、ようやくちょっとね、電車見たり、その別の別件がね、長くなっちゃってしまって本当すみませんでした、工事の状況結構ね、久しぶりに来るっていうか10日は経ったんじゃないかな、10日も経ってないかな、前回の動画ね、アップから。でも変わってないね、あんまりね。まあ変わってないといえば、でも下のなんか残骸ちょっと片付いた感じするかな。そこのでもなんていうの、階段があったところとね、渡り廊下もだいぶスカスカになってきたけど、まだ残ってるんですね。上からもね、今ね、改札出て見てみようと思います。ここがね、一番近くから見れるところですね。僕はこの幾度となくね、このね、150円のね、この入場券を買ってね、もう行くととなくこのね、中に入ってきたけど、本当にね、中に入ると楽しいですね。電車見れてね、この工事の状況も近くで見れて、すごく楽しいですね。価値のある150円僕は使ってるっていつも思います。じゃあ出ちゃいますね。 OK、 いつものね、東側連絡通路、階段上がってきたところから見てある状況ですね。どうだろう、そんなにやっぱりものすごい変わったって感じはしないですよね、前回の動画からね。まあ今こんな感じ、もうちょっとといった感じですよね。まあお盆休み入っちゃってるからね、なかなか進みが悪いんだと思う。こんな感じ、もうちょっとですね。はい、今度はね、上の階、一番上、まあ、上の階というか階段上がったところですね。こんな感じ。ここはね、ガラス開けてあるから割とくっきりと見えるんだけれども、そこのね、やっぱりそれがなかなか片付かないというかね、こんな感じですね。あとはね、西口連絡通路の方からもね、後でこの後行ってみたいと思いますね。中は特に何にもやってない感じですね。ほんとそこ行ってみたいですよね、中ほんとにめっちゃ行ってみたい、かなり広い、ね、ショッピングモールになるらしいんで、すごい楽しみですね。はい、西口側連絡通路にやってきましたよ。ここもなんかちょっと久々に来た感じするな。やっぱりお盆休みでですね、重機が綺麗に並べてありますね。こんな感じ、もうちょいなんだけどね、本当にね、もうちょっとガシャーンって言ったらもう終わりそうな感じではあるんだけど、こんな感じですね。またお盆休み明けですね、16日ぐらいからまた始まるのかなって思います。こんな感じでした。新駅舎の方もまあだいぶね、上の方とかもあの格子みたいなやつ見えてきたし、まあそんなに変わってはないんだけど、こんな感じでございましたね。こちらね、バンダイ側西側の階段のところから見る、ちょっと隙間が空いてるところですね。こんな感じ、はい、残骸だいぶね、片付いてきた感じはしますね。シートもかなり取れてきた感じ、こんな感じです。はい、これは東側の方に来て、ガレストというね、これ右側ガレストっていう建物から見る状況ですね。結構えぐい感じに見えますね、ここから見るとね。ね、まあもうちょっとといった感じね。時間かかるね、でもね。はい、
いかがでしたでしょうか。2021年8月13日、お盆の入りですね、お盆。新潟駅の状況、こんな感じでした。思ったよりね、人はなんかガラーンとしてまして、いなかったですね。こんな感じ。まあ本当はね、工事の状況、ね、解体状況とか思ったけど、あんまりね、前回の動画と変わってなかったかもしれないんでね。あんまり面白くなかったかもしれないですけど、ちょっとね、やっぱり新幹線とか撮る下りがあったから、尺が長くなっちゃいましたけど、はい。まあこの辺で終わりたいと思います。またね、ちょいちょい、新潟駅には来るんでね、また撮りに来ようと思ってます。はい。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。